皆さんこんにちは安西黒平和原発独り言の時間が来ました短い時間ですがお付き合いください皆さんは日記っていうのを書きますかね私自身は、えー、学校のあの夏休みの宿題の夏休み日記なんていう以外は自分で日記をつけるっていう習慣がないんですね であの日記つける人の中にも本当に自分の記憶のためにあるいは行動の記録のためにっていうんで誰が読むことも前提にしていないで書いている人もいますけども、まあ、場合によってはですね自分が生きた証としていずれ誰かの目に触れてほしいとかそういう思いもあって書いている人もいますね。で特にまあ昔のかなななり著名な人が書いた日記などは 後にその時代を知識人なりあるいは僧侶なり文化人なりがどう生きたかという記録としてねとても貴重なものになりますのでまあそういうことを念頭において書いている人もいるかもしれませんこの番組の安西黒平和原発独り言これもですね独り言って言うんだから自分でつぶやいてるだけかと思うと結構 多くの人に思いを共有してもらいたいなというようなことでお話ししています今回もまたつい先だって言ってきました福島原発の被災者の要請を受けた調査ですね6月調査のことを中心にお伝えしたいと思います6月も下旬になってからですね福島の 楢葉町っていう原発から15キロぐらいのところにあるう、まあ、法教寺ってお寺とそれから翌日は飯舘村で、まあ、帰って、えー、農業を再開したいと思っている方とそれからく、まあ、その午後は福島市の保育園の散歩道について 調査をしましまたそして3日目にはですねまあ子どもたちを対象にして、えー、放射線について学ぼうということでその講義をしてきたところであります。で最初に行ったのがですね楢葉町という原発から15キロぐらいのお寺なんですけれども前にも登場してもらいましたけどもこのお寺のご住職のの 早川徳夫さんという方はもう4十そうですね十3年44年ぐらい前から原発反対運動をやってきた方で私も1973年今から44年前になりますか早川さんと一緒に福島に立地されることになっている原発についてその安全性を まあ徹底的に考えてえまあ政府に対する批判も含めて取り組むそういう活動をやっておりましたまあその後もずっとお付き合いあるんですがまあ早川さん一生懸命それを何とか食い止めようと思って頑張ってきたけれども2011年3月11日にとんでもない人類史に残るような事故が起こってしまったということを大変やっぱり力不足だったという思いもあって悔やんでいまして。 えー、その上で打ちひしがれているのではなくてじゃあこれから福島はどうしたらいいのかということを真剣に考えているお坊さんです、えー、浄土宗のお坊さんで室町時代以来、えー、あるもうとても古いお寺の第30代のご住職であります、えー、今回の調査の初日はこの早川さんと早川さんと一緒にずっと原発反対運動をやってきた 伊藤達也さんという元福島県の県,県会議員ですねこの方の主なまあ、お招きで、えー、原発問題について、えー、率直な意見交換をする討論をするそういう場をお寺で作ったんですね結局そのお寺にはその日泊まることになってまあ、修学旅行みたいですけども大広間にみんな布団を敷いて 寝たたところでありましたその夜はですね、まあ、イノシシ鍋と福島のおいしいお酒をいただきましていろんなお話ができたことを喜んでおりますちなみにイノシシにももう放射能は認められないくらいになっているのでそれを食べたからといって安全上の問題があるわけではありません念のためにお伝えしておきましょうね。 たことは4つあるんですけども、1つはですね。まあ、事故を起こしたあの福島原発が、そもそも今どんな状態なのか、その状態を踏まえた上で、これからまあ安全のうちに灰色に導くためには今のようなことをやってればいいのかどうかという問題が一つですね。2番目はですね。除染作業に伴ってえー、ま。福島県下あちこちに。 10万箇所を超えるところで1,000万袋を超える除染廃棄物が出たんですけれどもこの除染廃棄物が今なおあちこちに山積みにされてるんですね。まあ、福島の,あの風景の一つは田や畑にうずたかく積まれているその除染廃棄物のフレコンバッグの袋の山ですすねこれれを一体どうすればいいのかですね。 中間処分場とか言ってるけどもなかなか思うように進まない中でどうすれば福島の将来が開けてくるのかこれが2番目ですね3つ目はですねどうしても福島には帰還する人が今なおとても少ないのでまあ高齢者を中心に帰ってきたとしてもなかなかその町としてのいろいろな仕事が今までのようには回らないっていいますかね。 えー、そういう中でですね当然、えー、住民が少ないから税収入も極端に少ないわけですけどもその中で復興のために必要なお金を賄っていくっていうのはと,とてもできないのではないかということもあって、まあ、市町村合併改めてですね福島で原発被害を受けたところが、まあ、連携してですね 今後のまあ未来づくりに取り組んでいく必要があるのではないか。そういう市町村合併の話ですね。それから四つ目にはですね、やっぱり今一番問題になっている福島原発事故の結果でた要素百三十一という放射性物質が主として子どもたちの喉のところにある甲状腺というところに取り込まれて、それによってベータ線やガンマ線の被曝を受けて甲状腺癌が 多発しているのではないかこの問題にどう対処していったらいいのかという問題ですねこの四つの問題について、まあ、何時間にもわたって、えー、お寺の研修堂でけん学学がくがと、まあ、意見交換をしたところでありました一番最初のですね、えー、一体安全に廃炉に導くためにはどうしたらいいのかということですけども これも何度か紹介してきましたが今原発の中が一体どうなっているのかということさえも6年経ったっ今もわからないんですよねせっかく1年半かけて発見したロボットが2メートルで瓦礫に引っかかって動かなくなってしまったりしているこの前はサソリってあだなのもう尻尾をう高く上げてその先についたカメラで写すようなそういう仕組みの ロボットを派遣して、まあ、うまくいかなかった話をしましたが、えー、その後東京大学のグループが今度はマンボウっていうですね、えー、原発の中に溜まっている水の中を泳ぎながら写真撮影などをしてくるロボットを投入したんですけれどもこれが果たしてうまくいくのかどうか注目してるんですね6年経っても何が起こったかさえもわからないような状況の下でこのままこの道を歩んでいって えー、この灰色に一体どれくらいの時間がかかるのか、まあ、政府は40年と言ってるけどもそれもどうもいい加減かもしれなくて6年経って何もわからないという状況は想定されていなかったでしょうから今のようなことでいつ終わるともなく中を調べて中に時計をしているデブリっていうふうに言うんですけれども放射性のがれきですね。 それを見立ててそれを取り出す技術を開発して実際に取り出してあらかた取り出したと思ったところでこれをコンクリート詰めにして石棺石の棺桶状態にするなんて言ったらば40年なんかちょとても終わらないのではないかということでまあ早川さんとか伊藤さん先ほど紹介した地元で原発の問題にずっと40年この方を取り組んできた人もこの道を行くことだけが本当に 正しいのかどうかということをもう一度チェックする必要があるそして場合によっては、えー、取り出すということを追求するんじゃなくて早くこれを石管、まあ、コンクリートの棺桶状態に封じ込めてしまう,う方がいいのではないかというそういうことも検討すべきだというふうに考えてるんですねところがですね、中にある放射性物質を 取り出さないで、まあ、そこに閉じ込めたまま外に漏れないように封じ込めるというのにはやはり何か配慮が必要でしょうね一体どういう手立てを講じればいちいち取り出さなくてもそれを封じ込めることができるのかということがあまり検討されていないというわけですね石管という石の棺桶という言葉は チェルノブイ原発事故で有名になったんですけどもこれをですねこの福島でもやるっていうことを検討すべきではないか石棺にするって言うと取り出さないで放射能を封じ込めるって言うんでみんなそこに放射能がずっと残るから嫌だなと思ってる人が多いんで石棺についてまともに議論することさえも今はばかられるような状態なんですね。しかしかそれは科学技術の我々が持っている 到達力量に見合った廃炉の具体的な方針を定めて展望のある廃炉による安全確保ということを本当に目指すんならばどういう方法にせよ排除しないできちっとま検討した方がいいのではないかっていうんでこの廃炉の問題については引き続き議論をすることにしました。そしてて我々だけではなくて原子力工学ののもっと専門の パイロギースの専門の人にも忌憚のない意見を聞いてですね。先行きをまあ見通せるように考えようということになったことでありました。えー、先ほど言いました。まあ、もう一つの問題だけ紹介しておきます。と、2番目に言った除染廃棄物が1000万袋も生じて。 それがいまだに県下何万箇所というところに山積みされているのをどうするかということですがこれについてもできるだけ早くですね大熊町とか双葉町っていうとても汚染されてしまって帰還困難になっている区域があるんですがそこに作ろうとしている中間貯蔵施設と言われているものを中間ではなくて永久にきちっと安全に保管できるような施設として整備して。 そこにいち早く福島拳銃のそういう除染廃棄物を集めてですね、えー、その上をきちっと密封した上で上は太陽光発電所あるいは公園などとして再整備するそしてその近くには汚染した福島でどんな放射線の被害がありうるかということを研究するためのノーベル賞級の学者を集めた国際 低レベル放射線影響研究所というものを作って世界中の知恵を集めてこの問題に科学の力を結集していくべきではないかそういうことについても話し合ったところでありますまだまだこの福島の問題は先が長いですけれども私も毎月の福島通いを続けて今後とも一体どうすれば福島の将来がですね展望を持って開けてくるのか。 そういうことを地元の人と一緒に考えていきたいと思いますではまた来月お会にかかりますさようなら